バトルパートはタッグバトルみたいね。フェアリーテール合同チームの初の相手はセイバートゥース。フェアリーテールはナツとバジル、セイバートゥースはスティングとローグ。どっちもドラゴンスレイヤーじゃない。ギヒ、上も分かってるじゃねえか。黒いのは俺がやる。なら俺が白いのだな。これまでの借りは全部返してやる。打倒セイバートゥース、燃えてきた。やってやる。夢のドラゴンスレイヤー対決、ついに実現。まもなく試合開始です。ノツ、ガジル、ガツンとかましてこい。俺たちの分までな。応援してます。ナツたちにきっと勝てるよ。思いっきりやるがよい。あとは何も言うまい。この時をずっと待ってたんだよ、ナツさん。試合開始。せーの、鉄拳。英雄の音を。やばいよ、一気に行かないと。ユレン下流拳。鉄流走鬼神。やっぱ強えな。こうじゃなきゃ。ガジル、お前らその程度の力で本当にドラゴンを倒したのか。倒したんじゃない、殺したのさ、この手で。自分の親じゃなかったのか。あんたには関係ねえことだ。今からその竜殺しの力を見せてやるよ。ホワイトドライブ、シャドウドライブ、行くぜ。ホワイトドライブ、シャドウドライブ、聖なる白き裁きを。ホーリークライナー。カイナの王がその姿を見せず、確実に終わるカイナ。ここからだよ、頑張って。ユレン下流拳。思い出させてやる、俺の恐怖を。血流の音だ。下流の喧嘩。下流の粘着線。下流の鉄拳。大丈夫、まだいけるよ。行くぞ。下流の音。
なかなかやるじゃねえか。だけどまだまだだ。あまり調子に乗んなよ小僧ども。交流拳、白龍の鉄拳、白龍の矛、我流のグアー、追われるものか。ああ、簡単に越えれる壁じゃねえことは分かってた。スティング君。分かってるよ、レクター。約束だもんな。なんだこの魔力は。第三世代の真の力に及ぬか。ありえん。自らの意志で発動できるのか。ドラゴンフォース。この感じ。つえ。まだまだこれからだぜ。時代は移りゆく。旧世代の時代は終わったんだ。片付けてやる。終わりにする。カリューの絶景ヘスクリーガン行くぜ。よっ、ほら、おう、精鋭流線が。くっ、勝負が激しい。ここからだよ、頑張って力でバイスロギアを殺したんだ。そうか、だったら俺はこの力で笑われた仲間のために戦う。オーリーレイ、カリューの鉄拳、エリューの斬撃、ヘッドリーケン、ゲイリュウの粘着戦、ここからだよ、頑張って。奇神、まずいわ、一気に行かないと。ヘッドリュウの矛、これを使う。まだやれんだろう。しぶといな。二
二人まとめて倒すぞ。行くぞ。行くぞ。カリウの。ヘッドリュウの。行くぞ。カリウの。やってやる。カリウの。まだまだ来いよ。また戦おうな。強すぎるよ、夏さん。乾杯だ。俺はどれだけ思い上がっていたんだろう。勝者フェアリーテイル、ソリュー破れたり。俺まで吹っ飛ばしやがって。サラマンダー絶対ぶっ殺す。つーか、ここどこなんだ。ん？なんだこりゃ。ドラゴンの墓場。その調子です。止まれ。俺も正体。お前も正体を明かせ。そんな。その話本当なの？そんなこと信じられるわけ。俺たちは大きな勘違いをしていたのと同時に、抗えない運命の中に閉じ込められていた。世界を変える扉、エクリプス、そして竜王祭。よし。はい。
おう。おい、サラマンダー、ちょっと来い。お前、どこ行ってたんだよ。試合後急にいなくなってさ。それはお前が。それはいい、見せたいものがある。ついてこい。これはドラゴンの骨、ドラゴンの墓場。どうなってんだこりゃ。こんなに大勢のドラゴンが。ここで何かあったのかしら。ミルキーウェイ、魂となったドラゴンの声を聞く魔法。ここに眠るドラゴンの声が聞こえれば、ここで何があったかわかるかもしれません。そしていなくなった私たちのドラゴンのことも。そんな魔法が。すげえぞ、ウェンディ。さまよえるドラゴンの魂よ、そなたの声を私が受け止めよう。ミルキーウェイ。我が名はジルコニス、翡翠の竜とも呼ばれておった。わしの魂を呼び起こすとはグランディーネの術じゃな。ここで何があったの。こんなにもたくさんドラゴンの亡骸があって。あれは400年以上昔のことだ。かつて竜族はこの世界の王で、自由に空を舞い、大地を駆け、海を渡り、繁栄していった。この世のもの全ては竜族のものであった。人間などは我々の食物に過ぎなかったのだよ。だがその竜族の支配に異論を唱える愚かなドラゴン。共存できる世界を作りたいと抜かしおったのじゃ。それに賛同するドラゴンと反対するドラゴンとの間で戦争が始まった。わしは反対派として戦った。反対派ってことは。わしは人間は好きではない。食物としてなら好物であるがな。クリモンと会話してんのか、おめえ。ほら、そういうのムカつくな。それで、その戦争はどうなったの。興奮、戦況は拮抗しておった。ドラゴンとドラゴンの戦いはいくつもの大地を裂くものだった。やがて共存派のドラゴンどもは愚かな戦略を打ち立て、ドラゴンを滅する魔法を与え、戦争に参加させたのだ。滅竜魔法？ドラゴンスレイヤーの原点ってこと？ドラゴンスレイヤーたちの力は絶大であった。人間との共存を選んだドラゴンたちの勝利は目前と迫っていた。しかし、ここで一つの誤算が生じる。力をつけすぎたドラゴンスレイヤーたちは、人間との共存を望むドラゴンたちさえも殺していった。そしてその人間の中の一人に、ドラゴンの血を浴びすぎた男がおった。その名を口にするのも恐ろしい。男はあまたのドラゴンを滅ぼし、その血を浴び続けた。やがて男の皮膚は鱗に変わり、歯は牙に変わり、その姿は泥
ドラゴンそのものへと変化していった。人間がドラゴンになったの？それが熱流魔法の先にあるものだ。ここに眠るドラゴンたちもその男により滅ぼされた。男は人間でありながら竜の王となった。竜の王が誕生した戦争、それが竜王祭。王の名は悪のロギア。ドラゴンでありドラゴンならざる暗黒の翼。あれが元々は人間だった？バカな。奴によりほとんどのドラゴンは滅んでいった。それが今から400年前の話だ。わしは貴様ら。おい、まだ聞いてねえことあんだろ。ダメです、この場から思念が完全に消えました。東洋の言葉で言う成仏というものでしょうか。なんだか偉い話になってきたな。スケール大きすぎよ。滅流魔法使いすぎると本物のドラゴンになっちまうのか？それは困る。どうしよう。それはありえんよ。誰？話は聞かせてもらった。やはり我々の研究と史実は一致していた。君たちはゼレフ署の悪魔を知っているかね？悪のロギアはそれに近い。一人のドラゴンスレイヤーをゼレフが悪のロギアにしたと推測される。ゼレフが？つまり全ての元凶であるゼレフを撃つことが悪のロギア攻略の第一歩となる。ゼレフを倒す。私はフィオーレ王国軍クロッカス駐屯部隊王家聖騎士団団長アルカディオス。極秘に進めていたある作戦に精霊魔導士の力が必要だった。精霊魔導士？ちょっと待て、何の話かわからねえ。ややこしい話はパスだ。要件を言え。夏ドラグニル君だね。先ほどの戦い素晴らしい魔法であった。んなことはどうでもいいんだよ。こっちは精霊魔導士が必要とかどうとかってのに引っかかってんだ。言いたいことがあるならはっきり言いやがれ。ついてきたまえ。おいてめえ。ルーシー様、私からもお願いします。え？この作戦が成功すればゼレフ、そして悪のロギアを倒せます。